疲れた心と体にひとときの栄養補給声の森林浴お相手はナレーターの林恒弘です森林浴と聞いてイメージされるものそれは木々の緑おいしい空気鳥の鳴き声木漏れ日の光などさまざまありますよねこれら大自然からの贈り物に触れていると不思議と 心も体もリフレッシュされてきますそして声の響きで同じような効果を期待できないかと考えたのがこの番組とにかくリラックスしてこの声の響きを感じ取ってください今回はこちらの詩をお届けします作「高村光太郎黒つぐみ」 「なにしゃべる?」「畑の向こうの森で一日何なにしゃべる?」「ちょび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 」「ぴひョーピヒョこっちおいでこっちおいでこっちおいで」こっちおいで「コよこ,っちおいでこいしいよ,こいしいよピッ」おやそうなんかくろつぐみ。 また次回お会いいたしましょう。お相手はナレーターの林恒博でした。今日も良い一日を。さようなら。